終わりじゃねえか、イワシ。ふん、屋上物に褒められても嬉しくないニョン。あん、屋上物が？そうだニョン、あの時。霊夢は来なかったニョンよな。幻想郷を守らなきゃいけない立場の人間だっていうのによ。ああ、フランから聞いたぜ。私とマリサがいない間大変だったんだってな。大変ってもんじゃねえよ。あの時は地獄だったよ。いっぱい人や妖怪が殺されて、朝昼晩ずっと殺し合いの繰り返し。そんな肝心な時におめえらはな。おらはは、いいぞもっとやれ。どっちも負けるんじゃないぞ。いやあ、まさかこんなとこでヨウムと再会しちまうなんてな。驚きだぞ。私も驚きましたよ。まさかこんなところでマリサさんとフランさんと霊夢さんに再会するなんて。お前誰？さあ、これからどうしようか。収穫ゼロだったら霊夢さんに殺されかねないだ。しかしどうやって魚を捕まえれば。まあとりあえず海の中潜ってみますだか。ウボボボ、結構深いなここ。溺れないように気をつけなきゃいけないだね。さて、問題はここからだ。どうやって魚を手掴みでゲットするかだ。魚を手掴みで捕まえようとしてるなんてお前って本当だ。誰だ。俺の名前はサダマグロ。俺の名前はクロマグロ。俺の名前はクロマグロ。3人揃って3体マグロだけよ。じゃあマグロが喋った。何を叩いてんだこいつ。マグロも常に進化する生き物だ。そんな言葉を話すことなんとまだまだ進化の過程に過ぎんのよ。一体どう進化したらこんな人語をペラペラ話せるようになるんだ。そんなことはどうでもいい。お前どうやら魚を手掴みで捕まえようとしてるらしいな。プップ、水中ではオスマロもゆっくりが俊敏かつ小回りが利く魚を捕まえられるわけねえよな。まったくお見方やってたぜ。あの、ちょっと質問いいですがか。なんだよ。真ん中のこいつ、クロマグロじゃなくてハダマグロじゃないですがか。うん、ダハハ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 。おめえハダマグロとクロマグロの違いを全く分かってねえぜ。ハダマグロはちょっとこう、ほら、あれだ、なんかヒラヒラしてんだろ。あんたにあんま分かってないじゃないですか。それに比べてクロマグロは、ほら見ろよ見ろよ、ちょっと痕跡でパシリシレが黄色になっているんだぜ。いやそれクハダマグロの特徴。うるさいうるさいうるさい、俺がクロマグロ釣ったらクロマグロなんだよ、黙れよ猿。そしてこいつに関してはもはやマグロじゃないじゃないですがか。ちょっと、俺はこんなに試しているかよ。これでも立派なマグロなんだぜ。立派なマグロとは？知らないのか？今は一番マグロなんだぜ。いやまあそうだけどそうじゃない。あんた加工されてもうマグロの原型ないじゃないですがか。やっぱ何言ってるかわかんない。はぁ、もういいです。さっきからこの人は頭おかしいや。それな、頭のネジが緩いんだろ。かわいそうに。はぁ、もういいですが、そろそろ魚捕まえたいんで邪魔だけはしないでくださいよ。オーケーオーケー、任せろってばよ。考えておいてやるよ。捕まえるなら動きの鈍い魚。この昼の時間帯ではあまり動きが活発でない魚を狙えばワンチャン捕まえることができる。ふざけんな。邪魔するなって言ったよな。おら、なんで俺たちが来ると思った。ドロホを捕まえようとしているやつを見過ごすわけないだろう。アホだねお前。もう許さねえからな。怒ってる怒ってる。こんじゃ逃げるべ。待てやこれは。ゴホゲホッホホ。はっはっは。やっと追い詰めただよ。覚悟しろよ一概魚ども。ダハハ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 ハ。追い詰められたのはお前だっつうの。え？ボス、連れてきましたぜ。食べたくねえか、もうお腹ペコペコだぜ。ヒッヒー。おう、行きたい。こいつは期待で飛んだ。お助けー。起き上がれー。キャー。ちょ、アリスさんどうしたんすか？虫がいっぱい。なんだ虫か、びっくりした。なんだとは何よ。おい、ヨウムシー、サナエシー、どこでござるか、ん？キャー、ポケモン。お前はあの時の変態。お前はあの時の違い、なんでこんなところに嫌がる。ふん、別に、友人と一緒にバカンスに来ただけだ。嘘だな。な、お前たちもどうせ宝探しに来てるんだろ。ふ、知ってやがったか。ここに来る理由なんてそれくらいだろ。は、ましょうか。原住民の筋肉もりもりマッチョマンの変態に捕まっちゃった。だから私はこんなところに宝探しなんて来たくなかったのよ。どうしよう。このままじゃましょうか、あの変態に。とにかく、このことをカゲちゃんに伝えなくちゃ。この子の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 この子